今回はヨーロッパのトレードショーでミュニックまで来てます。昨日の夜やっと着いて、だいたいどんくらいだろう、16時間から17時間ぐらいかかりました。ここまでめっちゃ遠いです。ヨーロッパの街は綺麗です。こっちっつったらフランクフルトなんすかね。めちゃくちゃ並んでます。でもってこっちもうまそうです。ほんでサンドイッチ、めちゃくちゃうまそう。フルーツまで、さっきのお店でカメラ撮んなって文句言われました、あのババアに。で買おうと思ったらキャッシュじゃないと買えねえ。くそ、うまそうなのに。ということでいつも通りのスターバックスです。ああ違うところで食いてえべ。あれ買えました、こいつ。あとこのリンゴ、あとコーヒー、ここもうまそうなやついっぱいあるっすよ。会場に入ってきて、今回のイエス、まあ今回来たことないけど、ヨーロッパのやつはこんな感じで、これが自分のモデルです。すごいカラーも良くて、ベースがこんな感じで、この逆バージョンもあるんで楽しみですな。またこんなのまであるし、ロメイン大好きないいっすね。今はニクソンのアートショーに来てます。うわー、この2人ニクソンのスポンサーなんで、ね、こんなのあります。悪そうな写真とか、こんな感じで撮ってます このトレードショー、あれじゃないですか、ずっとこればっか見てるじゃないですか。スケボーばっか見てます。まあ朝も早く来てスケボーやったし、はい、いいっすね。いいっすね。さあ今日はスケボーばっかっすね。今回誰かすかすめます。俺はね、黒人の人かな。マジっすか。あの人やばいな。やばいっすね。あでも結構みんなやばいよね。やばいっすね。半端ないレベル高いっす。何しに来たんすかね、ここに。スケート見に来たんすね。いやー、不細工っす。いいっすね。あざーす。ざーす。Thank you.
今は7時半ぐらいで朝のみんな通勤ですね。一人で散歩してました。電車が